ションハッピーチャンネル。こんにちは。今日はタミカのグミだ。お料理のグミ。お料理のグミするよ。そうだね。今日はタミカのグミとお料理トントングミ2を作ろう。トミカは手作り車グミだって。ショウはどっちのグミ作る？こっち。じゃあお料理トントングミはお姉ちゃんに作ってもらおう。じゃあ開けるよ。開けたよ。車出てきたよ。あ、車のスポイトみたいなの出てきたね。シートもついてる。お姉ちゃんのは包丁もまな板もついてるね。作ります。はい、作ります。今から粉を入れるよ。はい、粉を入れようね。消防車を入れるよ。消防車の中に入れた？入った。じゃあ次。次は緑の粉を入れるよ。うん、緑の粉を入れよう、次。入れるよ。はい、入れて。上手に入った？粉全部入れたよ。車の水を入れるよ。はい、じゃあ次は車の中に入ってる水を入れよう。水を入れるよ。はい、開けてみて。開いた？じゃあ水をちょんちょんちょんと入れてみて。ポト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 。ギュッと押して。そうそうそう、水入れるよ。2個目。大丈夫だよ。そうそうそう、上手上手。お、色が変わってきたね。どんどん入れていこうか。できた？水を入れて3分待つよ。そうだね、水を入れたから、あとはこれが乾くまで3分待とう。次はお姉ちゃんのするよ。じゃあお姉ちゃんのをしよう。お姉ちゃんのお料理グミだよ。そうだね、お姉ちゃんのお料理トントングミ2だって。じゃあ作ろう。作ろう。赤色を入れて水を入れるよ。そうだね、赤色の素を入れて。はい、水を入れて。赤色になった。塩2杯入れるよ。はい、2杯目入れて。で、混ぜて。混ぜる。超混ぜ混ぜする？じゃあ混ぜ混ぜしてあげて。お、赤色になってきた。粉と混ぜないと一緒に。ぐるぐるって。そう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 。おいしくなれって。混ざりましたか？うわ、真っ赤くなってきた。次は緑の粉を入れるよ。次は緑を入れよう。はい、入れて。こっちはピンポン。こっちはミックス。はい、お水を入れて。お水入れるよ。はい、お水を入れて。2杯目だよ。はい、2杯目入れて。じゃあ混ぜます。じゃあ混ぜてください。何色になった？ショウの大好きな緑色になったね。できたよ。はい。電子レンジで温められるよ。はい。電子レンジで30秒。電子レンジ終わったよ。はい。電子レンジで今混ぜてます。じゃあトレーに入れていこう。お肉は茶色なので、茶色は最後に2つを混ぜるんだって。じゃあ赤色と緑のとこを入れて。赤入れるよ。はい、赤入れて。35歳。赤入ったよ。次は緑を入れるよ。はい、じゃあ緑を入れて。緑全部。ショウのはもう白。ショウのはもうすぐかな。もうちょっとだね。次は赤と緑を混ぜるよ。はい、次は赤と緑を混ぜよう。混ぜて。赤と緑混ぜたから混ぜてください。おいしくなれて混ぜて。おいしくなれ。
茶色になった？赤と緑を混ぜて全部なる。お肉のところに入れて、入れて、あ、全部入れてしまって全部入れてしまって、お肉くんのところに入れて、お肉くんのところに入って、ね、全部入れて、もう全部入れてしまって、全部入れたので冷蔵庫で冷やすよ。はい、冷蔵庫で冷やそう。できたかな？できたかな？見てみようか。固まったかな？じゃあ外してみようか。できた？できてる？どう？できた。できた。じゃあ外してみよう。完成。完成。美味しいグミが完成しました。不足してたシートに並べてみたね。本物みたい？で走ってる道路、グミが。じゃあ食べようか。いただきます。お姉ちゃんの完成したよ。はい、お姉ちゃんのが完成しました。では出して盛り付けしようか。お肉とキャベツとゼリーが完成したよ。お肉とキャベツとゼリーの形ができました。じゃあこれを盛り付けるんだって。じゃあ包丁は？お肉を切ってション、これション、キャベツを切ろうか。冷た、うん、冷蔵庫で冷やしたからね。切れる？盛り付けるように上手に切ってね。こっちもめっちゃ冷た。冷たい？うん。お姉ちゃん上手に切れてるね。ステーキのお肉が切れたからお皿に盛り付けて。じゃあ次、ショーン、キャベツを切ってください。はい。あ、ちょうどキャベツを切るよ。はい、ショーン、キャベツを切ってください。ぐさ硬いですか？大丈夫。キャベツ切れたので盛り付け作るよ。はい、キャベツが切れたので盛り付けます。じゃあお皿に盛り付けて。隠れもしてるみたいステーキの上に乗っちゃった。ステーキ準備が完成。完成しました。ジュリーもあるね。じゃあ食べよっか。いただきます。いただきます。お姉ちゃんと一緒に食べよう。これからです。美味しい？またね、バイバーイ。